あんたを部屋に入れるなんて本当は死んでも嫌だけど。なんだよ、早く生徒手帳。ピアス開けてくれたら返してあげてもいいわ。はあ？返してほしいんでしょ。やりなさいよ。いや、自分でやれよ。いやよ、怖いわ。じゃあなんで開けんだよ。忠告しておくが、しばらく痛いぞ。やったことないのに適当なこと言わないで。まあ理由なんてないわ。みんなしてるからしたいだけ。そうか、いいだろう。お前への日頃の鬱憤を晴らす絶好の機会だ。行くぞ。生徒手帳は5 4 3 2 1 0で開けますからね。ふざけないでよ。あった閉まった。ちょっと、この悪ガキ。めっちゃタイプかも。誰これ。俺なんだか。親戚の写真だ。あんまり見られたくなかったが。へえ、あんたなんかよりよっぽどイケてるわ。今度会わせなさいよ。まあ、いつかな。そうだ、私たちもこれくらいの時、天使みたいに可愛かったのよ。ほら、見なさいよ。興味なしか。久々にみんなにも見せてあげようっと。よかった。ニノ、終わった？よく考えたら、焦る必要はなかったわ。少なくとも花嫁衣装を着るまでに開けられればね。それよりこの写真見て見て。あ、5人の写真だ。俺の写真は見られちまったが、半分だけでよかった。みんな可愛いね。これいつのだっけ。6年生。京都ってことは修学旅行の時だ。5年前か。少し色褪せてきたな。懐かしい。私たちも随分雰囲気が変わりましたね。